さあ今回はついにラボへの潜入で、前回スルーしたムカデカネキの戦いをね、今回やろうかと思います。ルートはですね若干調べました。で、まあ、他にもいろいろパターンはあるみたいなんで、まあ、それはねおいおいやっていこうかと思います。今回はムカデカネキ戦に行こうと思います。で、まあ、ここはあれですね、前回やってるんで一旦飛ばします。あ、これあれか、一回ナキと違うルート行ったからやりとりもあれだね、変わってるんだね。パパを狙ってる連中、どっちも行かせられない。戦ったりするんだろうか。おら、おやおや、お望みは僕かい。てめえはなんか突っかかりやすいんだよ、おら。ゴーわ、こっちは俺らかよ。僕は赤眼の二人よ。ガゴ。うわ、ちょっと。まあ、戦うの？なわけないか。黒、あいつ、行かせるか。僕はナキさんの部下とやり合ってるうちに、赤眼の二人は包帯のグールを追ってホールを走り。あ、見たよね、ここ。この場に残って戦うではなくて、カネキさんを追うで。で一応これ見たんで、金木さんを見つけないとで、多分これでいいと思う。とりあえず前に進もう。まず右で、でここもとりあえず右で、で左、俺なんか前回左ばっか言ってたみたいですね、後で見返すと。ここ直進しますね。ほんと広いよな。でここ左に曲がりますね。で、ここも左かな。で寒気が止まらないなんで今多分合ってるとは思う。あ、いいですね、寒気が止まらない。でここで直進します。無音、僕の足音だけが冷たく響いている。でここが右で、多分これで終わりなんじゃないかな。違うのかな。なぜ先ほどから震えが止まらないんだろう。なんかそれっぽい感じですね。あ、部屋に着いた。なんだか嫌な予感がする。ここは今までで最も広い空間に出た。中央には巨大な柱が天井まで伸びている。この匂い、血。目を凝らすと辺りには何体何十体もの死体が転がっていた。う、う。誰かいる。う。お、これは出やがったか。出やがったかで出したんだけどね。黒い人影がゆっくりと立ち上がる。金木さん、いや、あれは、わーお。化け物、お前もだけどな。よもえ無数に伸びる家具ね。よもえじゃねえわ、四方だわ。それは凄まじく巨大で、さながら巨大な海中のようだった。わ、近い。リオーくん、お前、それはどっかの捜査官のセリフだぞ。振り向いた顔はカグネのマスクで覆われている。か、金木さん、正気に戻ってください。マモ。だ、大丈夫だよ、君を守ってあげる。だって僕が守らないと、さあみんな死んじゃう。狂ってるな、金木さん。ねえ、近い。やるしかないのか。やるしかないようだな。カルマートのままでいけるとは思う。知らんけど。自身の体力が 1% 回復か。九死からの渇望。どうしよっかな。これにして。
九死からの渇望以外に正直 20% 以下まで持って行かれるってことは相当危ねえから、いやこれでいくか。これ死んだらどうなんだまたあれからなのかな。行くぞ、集中集中集中だぞ。怖え。うわ強っ、強すぎ。待って終わるわけには、この程度で終わるのか。これはね、無理無理です。ううがーがあ真っ赤っか。僕の体を貫いた体の半分が吹っ飛んでいく。不思議と痛みはない。僕はそれを朦朧とした意識で眺めていた。これが強さの行き着く先なのだろうか。我を失って殺戮を行う、これが僕の欲しかった強さなのだろうか。僕も強さを求めて続ければこうなっていたのだろうか。僕がそれを叶えることはもうないだろうけど。はいえ、あマジ。じゃあちょっともう一回行こうか。いやさあきつくねこれ。どうすりゃいいの。リンストックして、だってブレイクした状態であれだぜ。ブレイクした状態であれだぜ。勝てんのこれ張り合えねえ。そうだね。あれ壁を走り、なんかどっか行ったんだけど。あれこれ助かるルートもあんのか。おい、突然声をかけられ僕は身構える。あだよね、ここはバンジョーさんの前やったルートかな。見れば月山さんと一味さんたちもいる。彼らもなんとか合流できたみたいだ少し捜査官たちと遊んでいてね。無事かい。鳩と、ええ、僕は大丈夫ですけど。あのその怪我は、うん、ああちょっとな。でも大丈夫だ、よかった。早く金木さんを見つけないと。急ぎましょう。お、おう、うん、わかる、感じる。でここ見たんで、感動のシーンですね。うん、きつかったっすねあれはどうやったら勝てるんだろうか。もうひなみの 30% 回復でも追いつかないんだよな。っていうか一発一発が重すぎる。スキル打たれたら確実に一発で死ぬような気がする。うん、よし、まあメインを残していきますか。お、銃像を追いかける金庫、違うわ、金庫を追いかける銃像か逆だっつうの。どうしましょうかね。あらー、一応篠原行きますか。ここにも捜査官が。何かを警戒しているんだろうか。とにかく関わり合いにはなりたくないな。これだけ捜査官が増えたのってやっぱりコクリアのことがあったからなのかな。どっちにしろ捜査官に会ったら厄介だ。でもこんなことじゃどこに行くにも遠回りになっちゃうな。うん、ここはいつの間にかこんなところまで来ちゃったよ。ちょっと人目を避けて歩きすぎたかな。日も暮れてきたし戻った方が良さそうだな。おい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 、こいつ口動いたぞ今見たぞ俺は多分。嫌な予感がする。最近こういう感覚が研ぎ澄まされてきたような気がするな。残念なことに。君どうしてここに来たの。でかいな、愛想はいいけど。どうしてここに来たか、ちょっと話を聞かせてもらえる。あ、この人確か以前アモンと、アモン、
アモンって呼び捨てかお前、捜査官ぐらいつけろよ。確か篠原とか言う。ん？何、おじさんのこと知ってるの？こんな人気のないところを歩いていると危ないよ。最近凶暴なグールも増えているんだ。街の中にはたくさんグール捜査官がいただろう。目立つようにたくさんね。私はね、その捜査官を避けてくるグールを見張っていたんだ。これはもしかして、そうしたら君が来たんだ。はめられた。やはりそうか。悪いが、ここで捕獲させてもらうよ。はい、どうぞと言って捕まるわけにはいかない。く、強い。手加減はできないな。あ、マジっすか。じゃあ、とりあえずカルマートのままで。そうだな。さっき何つけたっけ？覚醒の衝動を攻撃力アップか。これにしよう。さあ、なるべくね、サクサクっと決着をつけていきたいから。防御より攻撃。うわ、新たつけてるってこれ結構ガチ？何？あー、待って、リンロック。そんなことはない。リンロック。うーわ、なんだそれ。は？あー、リンしか降ってこなく。いや、悔しい。これは悔しい。今のは俺が多分ブレイクさせなかったからだと思うんだけど、たとえグールでも君のような少年を殺したくはない。安心したまえ、抵抗しなければ命までは奪わない。ただ収容所には入ってもらうよ。コクリア、仲間が来るまでおとなしくしていてくれよ。捕まってたまるか。うわ、お、逃げるのか。とりあえず逃げる。あー、逃げれたんだ。あ、でも何回でも挑戦できるな。じゃ、負けたからな。違うとこ行こう。ローに行こう。この人は何回やっても俺を追いかけてくる。なんか嫌な予感がする。またか。また君か。うふふ、身につけた。うわ、よかったわ、やっと会えた。うわ、この前会った時よりなんかやばい感じがする。あのね、私あれから何も食べていないの。だって空腹は最高のスパイスって言うでしょ。でもカグネ出せないですよね。最高の状態であなたを味わうために私ずっと我慢してたのよ。怖っ。ねえ、私こんなに頑張ったのだから、ちょっとはご褒美をくれてもいいんじゃない？ご褒美って？あなたのお肉食べさせて。なんかリゼっぽいな。リゼっぽいんだけど。 OK、 このまま行こう。強くなってんのかな。俺自体成長してるとは言えないけど、向こうが強くなってくるとちょっと。リンが出ねえ。あー、そこそこつく。強っ。ちょ、リン出てくれない？頼むから回復したいんだけど。あ、リンが出ねえ。あ、リンが出ねえ。なんとかブレイクさせてるから。オッケー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 。これ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 。オッケー、この一撃に全てを。おっと、やっべえなこれ。これ負けたんじゃね。あぶな。絶対回復は切らしちゃダメ。ちなみにリンがないからこれちょっとヤバめ。確実にブレイクさせないとこれ回復追いつくのかな。やっぱひなあみの方が良くなかったか。量、これ削られるときついよな。まあ勝ったかな。よし、ギリギリ。危なかった。ローの攻撃力はそこまで高くなくてよかった。てか毎回ブレイクさせれてたから勝てたものの。そんなバカな。私が負けるなんて、あなたを食べられないなんて、私のご馳走。ここで殺しておいた方がいいのかもしれないけど、
でも今日はもういいや、なんか疲れた。疲れたで解放すんのか。攻撃力中断、強いぞこれ。暴力と暴力。おっと、これリベンジじゃなかったっけ。そうだ。お、またお前かよ。うわ、またこれか。 40% でしょ。まあ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 、前 100% だったからね。遭遇すんなよ。うわマジ、これさ、こういうのが続いたらいちいちこうカット編集を入れなきゃいけないからめんどくさいんだよね。チートかよこいつ。最後あれか、動けよからだって言ってんだね。全然意識して聞いてなかったから。危ない、アンティークじゃねえわ。生真面目。マジちょっと本当やめて。これ実況殺しだな、このイベント。あ、やっとスルーできた。もうさ 40% のくせにずっと戦い挑んでくんだけど、あいつなんなほんま。まあ、サクッとこいつを縛いて次行きましょう。あ、リンだけちょっと最初にめんどくさい。あれリンめっちゃ入ってる。まだやれんだろ。僕がお前たちよ。 OK、 いいよ。リン、リン、コービー。いいっすね。あー、うかくってもよかったかもな。あいつ結構あの攻撃してくるテンポ早ない。おー、ううやっとくか。この一撃に全てを。おお、リンリンコービ。さあ最後にスキル使って僕がお相手しよう。はい、クソだぜ。あざす。怒ってる怒ってる。まあこれは消化と。そうだな、篠原倒したいからまた 60% になってんのか。呪詛いくか。ちょ、マジやめて、ほんとやめて。スルーさせて頼む。マジでさ、これちょっと場所忘れんだよね。これこの遭遇率とかいるか。正直負けるだけだからめっちゃイライラするんやけど。遭遇率上がる意味ある。この遭遇率上げたくないからなんか次進めろ、メイン進めろみたいな感じなのかな。サブやりてえやつはこの遭遇率を仕方なく思ってくれみたいな。ちょマジでこいつ一回でいいからぶち殺してスルーしてくれ頼む。オッケー。逃げろ逃げろ。金庫、あれは身につけた。そこを動かないでください。お、やられたのか。金庫、金庫に攻撃なんかしたら
いてえいてえよ。お前ら、おでいじめる。お前らってなんだお前。複数形やめろ。ぐは。え、一撃でやったの。やっぱり金庫は強い。やれやれ、恐ろしいバカ力だ。ただスピードがない分仕留めやすいというものだ。ところでそこの少年、お前は何者だ。あれさっきっていうかさ、あったんだけど。あ、いや、その僕は否定しないところを見ると図星のようだな。まあ、たばれた。金庫に気を取られてもう一人に気づかなかった。まずは顔を隠さないと。よそ見してる余裕があるのか。しまった、間に合わない。うわ、篠原も やりやがったこいつ。あ、危なかった。金庫のおかげで助かった。いでよ、おで怪我した。怪我させた誰お前。え、ここお前しかいない。だからやったのお前。そんな無茶な。金庫聞いてくれ。僕はお前ダメ、おでが食う。金庫が向かってくる。仕方ない、とにかく今は金庫の攻撃をしのがなくては。え、マジで明らか今のこいつ相手にする場面じゃねえよ。バカすぎるんだろうな。リンリン交尾な。うわ、強バケモン。これあれだな、攻撃力アップだったら防御力アップのスキルもいるな。それを交互に打つことによって結構いけそうだけど、全然減って。は、嘘やろ。は、ブレイクし、ブレイクしてなかったのか。防御力アップのスキル入れるか。なかなか辛いですねこれ。篠原のとこ覗きに行きますか。じゃあ40番引いてくれ。よし、もう回復したのか。強い人だった。あんな人とはもう関わり合いたくないな。あれ、そこの君、あのさ、失礼かもしれないけど、今おじさんのこと見て逃げようとしなかった？少しだけお話を聞かせてもらいたいんだけど。く、なんて勘のいいやつだ。おいおい、ちょっと待てよ。あ、逃げれるんだ。あれ、結局ここ。やっぱり逃がしてはくれないか。なら人目のないうちに。やっぱりね、なんとなく君のような気がしていたんだよ。問答無用ってやつだね。いいだろう。今日こそは君を捕まえさせてもらうよ。ちょっとね、攻撃力アップはいいんだけど、これいらない。これいらないから、防御力アップ。やっと。どうなんだろうな。防御力アップないのか。これでいくか。なんか縛られてもだるいんだよね。篠原確か輪縛りやってくるでしょう。あれがさ、すげえだるいんだよな。とりあえず、強すぎ、ワロタ。強すぎ、ワロタ。ここに来てまた敗北を重ねるようになってきたんだが、どうすればいいんだが。おっと、死なないでくれよ。たとえグールでも君のような少年を殺したくはない。ああ、ここ見たな。篠原に勝てるようにはなるんだろうか。今のとこ確定2発でやられるんですが、あれだと。30% 回復をめちゃくちゃすればいけるかもしれないけど。一旦ここでセーブしよう。つらいな。ということでね、また次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様。